日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト、今日も僕が子どもの時について、はい、この前の続きですね。皆さん元気ですか？前回僕が子どもの時について少し話をしました。僕が生まれたのは1981年、そして僕が5歳ぐらいの時、5歳じゃないな、7歳ぐらいの時に、ファミコンを買ってもらった、それがスーパーマリオブラザーズの1、ね、そしてその後、まあもちろんスーパーマリオ、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、他にもいろいろなファミコンのソフトを、プレイしました。車ですね、車の音。はい。そして、漫画、アニメ、そういうものもとてもとても人気になり始めた、ね、そういう、時代ですね、80年代の日本。僕がもう少し大きくなった時の話をします。インターネットですね。じゃあインターネットが始まったのはいつ、ね、ちょっと分かりやすく言うと、あの Windows95、ね、Windows95、これが出たのが僕が中学生の時。覚えてますね。今でも覚えてます。Windows95 が出ました。マイクロソフトの Windows95 が出ました。その時にたくさんの人がそれを買うために、秋葉原とか新宿とかそういうところの、あのお店に並んでいる。そのニュースの記憶があります。覚えています。僕は九州の田舎の町に住んでいたので、全然そういうことは分かりませんでした。ね、でも東京ではたくさんの人が Windows95 で、それが僕が中学生の時。そしてまあインターネットは僕が高校生の時はありましたけど、とてもとても遅かったですね。ダイヤルアップ、ね、電話回線、ピー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 ブーみたいな、すごく遅いインターネットでした。ほとんどはまあテキストだけですよね。画像イメージとかを見るためには時間がかかりすぎる。それが僕が大学生になった頃、ブロードバンド ADSL でしたね。 ADSL 覚えてますか？はい。というわけで僕が子どもの時にファミコンが始まり、僕が中学生の時に Windows95、 そして僕が大学生の時に、ブロードバンドが始まって、iPod が出たのが僕が大学生の時ですね。 iPod 一番最初の大きい iPod、 まだモノクロの iPod でしたね。はい。あとはね、いろいろ他にもありますね。例えば MD というのがありました。小さい、なんかこう、小さい CD のようなカセットのような。僕が子供の時はカセットテープ。それで中学生の時に MD。まあ小学生の、まあまあ多分10歳ぐらいから12歳ぐらい MD を持ってましたね。その頃マイケル・ジョーダンの
エアジョーダン、これもありましたね。でさっきの Windows 95の話ですね。 Windows 95の時にエアマックス、これもありましたね。エアマックスの95ありましたね。そしてもうそういろいろな話があります。いろいろな話、また今度ね、いつか、そういう話をしたいと思います。もういろいろ思い出してきましたね。いろいろな記憶ね、思い出してきました。皆さん覚えてますか？はい、それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。